はい、こんにちは、シューホリックの井上です。今回の商品は、高級靴好きでしたらこんな組み合わせの靴あったらいいなと思う一足だと思います。商品はこちらです。コード版仕様の JM ウェストンゴルフです。シューホリックの YouTube チャンネルでは、いろいろな靴のご紹介をさせていただきますので、ぜひ書き寄りチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またシューホリックの Instagram、Facebook、LINE アカウントのフォローもお願いいたします。 JM ウェストンのゴルフは高級靴の中でも愛用している方も多く、色違いや素材違いで揃える方や、ゴルフ以外の高級靴を履かない方もいらっしゃいます。そしてコード板を使った高級靴はオールデンが有名ですが、独特のシワの入り方、カーフとは違った光沢感、履き込んだ時の色の変化など、こちらもファンの方が多い要素の一つですね。両方とも高級靴好きなら大好きなモデルと素材のため、コード板のゴルフは定番品として存在していそうな組み合わせのモデルですが、ほとんど製造はされていないかなと思います。2015年に伊勢丹さんの別注で限定発売をされましたが、こちらの一足はライニングの表記から2014年の2月にスペシャルオーダーにて製造された商品のようです。こちらの靴はおそらく日本の新規比較さんのコード板を採用した一足で、オールデンなどに使われているホーウィン社のコード板に比べると赤みが強く、触った感じもつるんとしていてフラットな素材感をしています。シワの出方もホーウィンのコード板はうねるようにシワが出ますが、こちらのコード板はシワも浅めで、履き込んでも綺麗なフォルムを保つと思います。この靴のサイズ感は下記の概要欄に私のサイズ感を掲載していますが、ジャストか気持ち大きいくらいになります。通常ウエストンの靴は相当タイトなサイズ選びをされる方も多いのですが、こちらはコード板の靴のためオールデンのように少し大きめサイズを選び、芝を強めに出して楽しむのもありかもしれません。コード板の靴はアメリカ以外にもイギリスやイタリアの靴ブランドからも発売をされていますが、正確な理由はわからないのですが、フランスの靴ブランドからはパラブーツ以外にはほとんど発売をされていないので、大変希少な一足だと思います。普段ゴルフを愛用している方にも特別なゴルフとしてコレクションに追加するのもおすすめです。元オーナー様には量もたくさんお譲りいただいておりますが、なかなかお目にかかれない素晴らしい商品もたくさんお譲りいただき、いつもありがとうございます。いつかお会いして靴についていろいろ教えていただけましたらと思います。今後ともよろしくお願いいたします。今後もいろいろな靴をご紹介できればと思いますので、下記からチャンネル登録、高評価のクリック、靴に対するコメントをいただけますと励みになります。 Instagram、Facebook、Twitter、LINE アカウントのフォローもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。